今なんか正論でバカでも言えるわけじゃないですか、うん、そうすると間違いにしか価値がなくないです。インターネットで広がりまくったこのご時世に間違い続けて尖り続けようと思ったらやっぱ鎖国性みたいな絶対必要だな。でそれがいろいろ選べるのがすごく良くて、お前なんかって言われてどっかで弾かれた人もノリの合うコミュニティ選べて、それが閉じてることで知らないんですよ。これ新宿御苑理論って俺呼んでるんですけど、パブリックの公の園なのにめっちゃ綺麗でなんか変な人いないんですよ。それちょっと払うだけ。それこそね、オンラインサロンで、まあ、中では批判厳禁ですよみたいなことをやるとどんどんそこ狭くなっていきますよねっていうのは、どうそこ処理してるのかなっていうのは気になる。ツイッターとかマジ地獄で、ただ石投げてるだけですから、そいつらと向き合う時間無駄なんですよ。バカに時間を取られるぐらいだったら、もうこっちでちゃんとやって世間に出した方が絶対いいです。そう、誰でも発信できるようになっちゃったから、この発信っていうのはもう差別化図れなくなったから、ね、もう集落の時代完全に入ってて、もうこの時代なら終わってるんですよ。